ンダーソンは死亡しましたが、艦隊と通信できれば任務を完遂できます。前方の静観ビーコンが役立つでしょう。もし間に合わなかったら、惑星ハーモニーの4000万人もの命が奪われます。 SRS のサラ・ブリックス司令官に伝えなくては。パイロット、前方にビーコンが。ビーコンの動力が低下しています。修理が必要でしょう。ストーカーです。制御室を攻撃するようプログラムされています。周囲、霧の中に有毒物質を検知しました。なんとかなる。無理でしょう。有機生物には致死性の霧です。死んでは任務を執行できません。コックピットにいれば安全です。操縦権を移行。ビーコン制御室にミリシア部隊を検知。救援信号を送っている模様。通信をつなぎます。おい、そこのパイロット聞こえるか？手を貸してもらえると助かる。こちらミリシア第三赤団兵隊の攻撃隊とストーカーの大群に襲われている。ストーカーたちを排除し、ミリシアのライフルマンと直接話すのを推奨します。興味深い戦術です。私の重量は40トン。ストーカーを効率よく潰せます。脅威を排除。素晴らしいです。戦闘効率評価が上昇しました。 BT7274 よりミリシア隊へ。脅威を排除しました。助かった。ストーカーが次から次へと襲ってきて、長くは持たなかっただろう。核壁を開こう。どうぞ中へ。パイロットの体がリップに向上した。マコード上げろ。ただし隊長、ビーコンの状況は？電力が途絶え、ビーコンは制御不能だ。システムを再開するにはこういうものが必要なんだ。あいにく壊れた。名称アークツール。機能、最大5メガジュールのエネルギーを発生。ああ、それは知ってる。復旧可能ですか？残念だが無理だ。センサーによるとサブステーションにもう1個あるようだ。そこへ降りるのはほぼ不可能だ。人間が入れるような作りじゃない。了解。クーパーパイロット、サブステーションを探索する際は注意を。アークツールを回収しなければなりません。下の大勢の味方が死んだ。どうかご無事で。デメテルを潰したのは大きな勝利だったな。幸運をパイロット。ブラボーセブンの報告を。こんなとこ封鎖して終わりにすりゃいい。何やと？うちの隊で最後まで生き残ったパイロットが数時間前に敵に戻らない。気をつけて離れるなよ。俺たちは最善を尽くしてる。進捗状況を確認するためヘルメットのディスプレイに接続しました。いつでもこの回線で話せます。 BT、 この壁は何だ？スキャン中、剥き出しの回路があります。触れないようにしてください。注意して進んでください。了解。 BT、 この目的は何だ？任務はアークツールの入手です。これを使えば電力システムを再起動しビーコンを復旧できます。サブステーションの奥にアークツールのエネルギー特性を検出しました。
展開します。下はどこまで続くんだ。スキャンによると最深地点は地下300メートルです。ここは何だ。コンピューターによると IMC の青函ビーコンの電力グリッドということになっています。Thank you.
事でした、パイロット。みんなが制御室であなたを待っています。ご苦労様です。目を見張る動きでした。すごい動きでした。あんたほどのパイロットはそういない。パイロット訓練も進歩してる。俺ももっと鍛えないとね。みんな、諦めるには早い。あのパイロットがアースクールを取ってきてくれた。まだ望みはあるぞ。パイロットがアークツールと共に戻ってきた。この今井の人たちを退出できそうだ。お見事です。これでビーコンを起動させる電源を再起動できます。ケーブルを引きまた。よく戻ってきた。ちょうどシステムを回転し直したところだ。あとはエネルギーだ。パイロット、電力室の経電気が停止しています。アークツールで再開できるはずです。クーパー、苦労した甲斐があるといいな。周囲、前方に高濃度の放射線を検知。部屋に入ればスーツの保護は短時間しか持ちません。素早く動いてください。そこに長居すると焼け焦げになっちまうぜ。よし、ハッチを開く。3、2、1、エネルギー 100%、 直ちに部屋を出てください。よくやった、クーパー。電力が戻った。よし、エネルギーが戻った。核兵器を開け。ビーコンを復旧させよう。核兵器開きます。診断完了。エネルギー 100%。 アンテナのターゲティングをリセットだ。アップリンクターゲティングモジュールのリセットを開始。60 70 80 90%。 警告、障害を検出。緊急停止します。アップリンクターゲティングモジュールが機能していません。くそ、今頃 IMC はこっちへ。その可能性は高いです。マゴド、モジュールをバイパスできるか。いいえ、 IMC 艦隊全体にメッセージが届いてしまいます。誰かモジュールを修理しなくては。パイロット、あなたのスキルが役立つかもしれません。もう一度危険を犯してくれるか。クリバ、ビーコンを現地で修理してすぐに戻ってきてほしい。パイロットモード起動。死亡したパイロットを検知。フラクチャー作戦で活躍した優秀な戦士だと記録されています。フラクチャーとは？フラクチャーは惑星ビクターでミリシアが行った補給作戦のコードネームです。大きな損害を被ったものの艦隊は存続しました。正常なアップリンクターゲティングモジュールを検知。北東428メートル。私の分析では選択肢はただ一つ。あなたを向こう側へ投げることです。自信はあるのか。成功率 68% です。風速3ノット、方角274、距離372メートル、重量89キロ。信じて。いいピッチングだ。どういたしまして、健闘を祈ります。できた、こちらブリス。いや、冷やしてきた。あの鬱陶しいパイロットがビーコンを使うつもりだ。終わらせてくれ。頼んだぞ。以上。全警備部隊、こちらリヒター。ビーコンへ向かえ。あのクライネマンを探せ。うんと、ラスミヒに天元。了解。ツールワン、キロワン、突入せよ。アルファ2、地上に兵を展開。
FC のドロップシップが向かっています。
到着する。こちらへ向かう敵パイロットを見た。応答せよ。ヒロワン4、聞こえるか。ヒロワン4、応答せよ。全ユニット、ヒロワン4が応答したい。第4ビーコンで交戦に備えろ。了解。第4ビーコンのクレーンで迎撃開始。アップリンクターゲティングモジュールを検知、ハドで確認を。ズールは6、第4ビーコンのクレーンチームは全滅。パイロットが送信しようとしている可能性がある。ズール16よりリヒターへ。パイロットの目的は不明。我々をタイタンから離すつもりかも。ダイ、パイロットを狙え。タイタンには別の作戦だ。you
砂場に着きましたね。アンテナに手が届くよう一番右へ動かしてください。アルファ2は始末したか。状況を報告せよ。以上。リヒターへ応援を要請。敵パイロットはまだ第4ビーコン付近。以上。応援だと。中止はいしし、バカ。応援を送る。アンテナのプロジェクターにあります。アップリンクターゲティングモジュール切断。プロトコル2任務更新。アップリンクモジュールを確保。期間を待ちます。注意、メンテナンスモードに移行。敵歩兵隊と交戦中。セルフ14、敵のパイロットが気をつけろ。標的は下にいる。クーパー、お帰りなさい。修理前に周辺の確保を推奨します。操縦前後移動速度を通過。低速度低速度ストーカー撃破。ストーカー撃破。
確保。大丈夫ですか、パイロット。向かうところ、敵なしだな。戦場にはまだ敵の反応があるようです。敵の生体反応を詳しく調査しますか。面白いな。なかなか面白い。そうでしょうか。プロトコル2任務更新。アップリンクモジュールを交換せよ。モジュールのソケットはアンテナの頂上にあります。投げた後さらに登る必要があります。ケインとアッシュは死んだ。誰かがあなたの傭兵を殺しているわ。それと私たちの無線が一つ盗まれてる。あんなクズたちを雇うからよ。おお、パイロット。クーベン・ブリスクだ。ずっと盗み聞きしてたのか。英雄気取りか。いいだろう。上等だ。何度でもかかってこい。だが俺のお前なら、そんな力は使わず、長生きしたい。方向修正します。BD! 大丈夫です。接近。リーパー接近。ミニシア部隊、制御室をロックダウンしてください。脅威を検知。敵対弾の可能性があります。 IMC ヘイス、俺は今誰か昇進させてやろう。誰か殺せ。どちらでもいい。好きな方を選べ。極度の損失です。警告、警告、警告を生きていた。敵対弾を撃破。皆殺しにしてやるからな。
本当の戦いを見せてやろう。貴様の力を見極め。推奨します。電子システムは正常。エニエル起動だ。あ、送信シーケンスを起動。成功。送信エネルギー 25% 上昇中。 60% 順調。あと少し。 80% 信号強度最大。通信可能。データストリームをブロードキャストし応答を待っています。船にまだ誰かいれば。了解。こちらミリシア SRS ブリックス司令官、こちら BT7274。 プロトコル2、任務を執行。 SRS 部隊の付属艦隊に機密情報を報告。了解。あなたたちがまだ無事でよかった。今データを受信してる。BT7274 確認する。データレコーダーには元のパイロットは戦死したとあるが。はい、対ラスティモーサ隊は戦死しました。現在は臨時パイロットのジャック・クーパーとリンクしています。待って、ライフルマンにリンクさせたの？はい、やむを得ず。まあいいわ、適任のパイロットに再配属しましょう。異議あり。私のパイロットはクーパーです。戦闘効率評価は 90% を超えました。リンク維持の許可を要請します。この状況じゃ仕方ないわね、BT。では認可します。BT からの評価も高いわね。スキャンしたアークのデータでエネルギー特性を追跡できたわ。発信源はここタイフォンの IMC 基地よ。もう時間がないわ。行きましょう。